コンシェルジュさんのコーナー、雨ですが激務お届けしてまいりましょう。はい、行ってみよう。ミュー、イエーイ。これなんかドリフだな。ちょっとケンさん今ちょっとなんかドリフだわ。もうね、昭和生まれってさっき聞いてね、いきなり反応してしまいましたね。はい、元気出るんだよね、昭和の人ってね。そうそうそう、全員集合。イエーイ。今日もよろしく。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでですね、リスクマネジメント管理士の小林健です。はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、今日もですね、お題を一つ持ってまいりました。はい、はい、雨なんですけど、うん、ちょっと難しいかな。企業の社会的責任。あー、 CSR。 はい、 CSR と呼びまして、うん、コーポレートソーシャルリスポンシビリティっていうね、ちょっとね、英語、今日ね、あの F 恵子さんもいますからね、英語の達人がいますけども、ちょっとね、その前にしてこの言葉を言うのも何なんですけども、コーポレートソーシャルリスポンシビリティということですね。ものすごいプレッシャーかかってます。はい、それでね、あの今日はリスクマネジメントとこの企業のですね、うん、社会的責任ということで、ちょっと難しいんですけども、優しくお話をしたいなと思います。はい、はい、教えてください。こんな感じでございますね。ちょっと見せておこうかな。はい、はい、あのですね、はい、ソーシャルってよく話耳にしません？すぐ、あのね、すごくする。最近テレビで言ってるよね、よく。そうですね、うん、うん、ソーシャル、ソーシャル。それでね、うん、あのスマホ、SNS 時代のリスクマネジメントって私は盛んに言ってるんですが、うん、この SNS っていうのがまたソーシャルネットワークシステム、やっぱり S、ソーシャルっていう言葉がね、出てきてますね。あー、そういうキーワードなんだね。はい、そうなんです、そうなんです。うん、でね、このソーシャルっていうのはね、まあ、社会っていう意味なわけなんですね。うん、でこれは、まあ、個人の皆さんも会社の皆さんも社会の一員だよっていうのが今の世の中の流れなんですね。うん、うん、この社会の中で皆さんがどういうふうにね、関わって生きていくのだろうかっていうのが大きなテーマでして、うん、まあ、その一つのコミュニケーションのあり方がね、その SNS というですね、まあ、Twitter とか、例えば Facebook とかね、うん、ブログとか、そういった双方向のやり取りができるという仕組みを、まあ、SNS というわけなんですけども。すごく日常化してるよね。うんうんうん、もう今やもう使わない人いないんじゃないかと思うぐらいな。そうなんですね。ね、うん、それでね、うん、リスクマネジメントの中に重要な、ね、位置づけとして2つあるんです。うん、1つはね、何でしたっけね、うん、忘れたと思うでしょ、うん、ちゃんとね、あの最近ね、ケンさん上手なのよ、はい、つかみは OK。 はい、OK ですね。コンプライアンスというね、うん、はい、今日ちょっとお休みの、キリンさんがね、非常に反応するコンプライアンスというね、法令遵守等っていうことで ね、約束を守りましょうっていうんです。それともう一つはですね、この CSR というですね、社会的責任、うん、この二つが大きな柱なんです。うんうん、まあ、それにね、危機的な状況の時の対応とかですね、うん、あの会社の中身の、あの、うん、倫理とかね、あとは労務とか、いろんなあるんですけど、まず大きくはこの、コンプライアンスと、うん、社会の、会社の社会的な責任っていうこの2つになるんですね。コンプライアンスをちゃんと守ると、あ、いい会社だなということでね、うん、社会の評価も得られるということで、はい、これはまあ、一緒、まあ、このペアなんですね。なのでね、今ね、コンプライアンスってよく言いますけど、それをやることで、あの地域で、うん、非常にね、あの役割を持った会社だっていう評価になるんだよってことですね。うん、あのコンプライアンスもそうだけど、はい、CSR って言葉は結構聞くんだけど、うんうん、本当になんかそこ紐解いて、どういうことなんだろうっていうのはあんまり知らないかもしれない。はい、うんうん、そうですね、具体的にどんなことかとかね、うん、簡単に言うとね、例えば、うん、公害問題とかね、例えば工場を持ってます、うん、あのバン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 ね、公害をね、撒き散らした、例えば産業廃棄物、うん、バン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 、うん、あのどっかで燃やしたとかね、これは、まあ、ソーシャル的にはあのよくないことですよね。うん、人に迷惑かけるもんね。そうそうそう、環境問題にも非常に迷惑をかけてしまうので、うん、地域の住んでる方たち、または環境に対してもうちの会社は責任を持って、うん、対処してますよっていう、その見え方が非常に大事だと評価されるっていうことなんですね。みんな
ちゃんと守ってやっていただきたいもんですね。そうですね、うん、でも今ね、この SNS がね、まあ、大流行りというか、もうみんながもう当たり前に使っているのでね、うん、社会全体がこの社会を上手にうまく回していくための一員だっていう気持ちがね、うん、個人の皆さんも、それで会社の皆さんも、まあ、経営者さんもみんなが持ち始めているのでね、きっとこれはいい方向に行くと思います、うん、まあ、そんな時のためにね、じゃあより良い方向にうちの会社がね、舵を取るためにどうすればいいのかなってお悩みの経営者がいましたら、はい、それを私がですね、きちんと整理をして分かりやすく、お伝えできるかなと思うんですね、はいはい、そうやってちゃんとこう道案内っていうかな、なんかしてくれる人か、舵取りの人がいてくれるとね、そうなんですね、いいですよね、なかなか難しい問題だから、そうなんです ね、 ねデリケートだし、きちんとその辺を、まあ、私たちみたいにね、リスクマネジメント管理士がリードしてあげると、うん、まあ、結果的には評価に値してね、まあ、上場会社さんですと株が上がるとかですね、うん、リクルートで新規の採用でいい方たちが会社に入りたいなってやってくるとかね、いろんな意味で、また恩恵を受けることができるので、うん、ぜひね、このスマホや SNS 時代にもう一度リスクマネジメントという部分を見直してね、きちんと経営者の皆さんはやっていただけると、後からですね、ラッキーなことがいっぱいやってくるかもしれませんよ。本当でございます、うん、何か起きてからじゃなくてね、起きる前にっていうのもこれ企業のやっぱり責任だと思うのでね、はい、個人も含めて応援してください、ね、はい、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、ダムです。